く会ったことないよ。会ったことないね。だってテシちゃんしか分かんないもん。あ、テシさんのお兄に。お兄様はね、ちょっと結構 YouTube で見させてもらってるから。本当に、うん、じゃあお兄喜ぶよそれ。本当に？うん、喜ぶと。なんかね。はいどうもみたいな。そう、なんか絵文字の始まり、あの、あ、絵のなんかさ、文字の始まりの動画見たよ。詳しいじゃん、うちの方が詳しいじゃん。妹じゃん、もしかしたら。そうそう。あ、みんなこんにちは。ごめんね、みんなのこと見てたけど。こんばんは。見てなかった。見てたよ、ちゃんと。YouTube やってるの？だって。宣伝、バーシーしたら？やめちょこうよ。やめちょこうだって。2日連続で泊まり？うん。昨日ね、ね。なんかさ、ね、うん、寝ごたえやったけさ、もう。おにょよ。おにょなのみたいな感じで言ってたんだ。おにょだからって言って帰ってた。おにょだよ。おにょだからって帰ってたの、うち。おにょだよ。おにょ。おにょだからって上がりて、でガチャ、おにょみたいな。おにょって書いてたの。おにょって書いてた。本当に記憶ないんだよね。本当になんか、うん、ゆりにゃんみたいな感じで、ゆりにゃとるこっちがなチョコレートみたいな感じで言って、私隣に行ったからなんか、うん、私にすごいよじ登ってきて、え、本当に絶対そうみたいな感じにして、うん、なりながら、みたいな感じになって、リコッチみたいな感じにまた寝返りして、え、すごい、めっちゃ、ね、いや記憶ないんですよ、寝ぼけてたっていうか。そう、昨日ライブアートだったからさ、リコちゃん家行ったの。お、ゆりにはどうした？ゆりに来たの？毎日見てラインが来た。あ、そう。もうゆりな意志弱くて、うん、あの食べちゃったって。あらら。ええよ。私。お、でも糖質ゼロ、あのオフのやつあるじゃん。にしたって。あ、えら。あ、リコちゃんもおいでよ、一緒に写ろう。顔が大丈夫、かわいい。でもうちも今日リップと眉毛だけだもん。やめちょくよ、足だけ。あ、じゃあ足だけ早いやだよ。じゃあ足だけやりゃ。いくよ。じゃあなんか、あ、立ったら見えてる。見えた？立って見えてないよ、全然見えてない。あ、ほんとじゃん。うちもこうやる、やろ。目ん玉だよ。ピンクちゃんじゃん。そうだよ、今日暑いの。やってるわ。いい日じゃないから。今日のごっこ楽しかったね。そう、今日アイス食べたの。食べん、買いに、アイスを買いに行ったんだ。抜け出してね。そう、抜け出して、うん、先生に怒られるから。先生に怒られる。お、先生に怒られるから1個だけだよ。そう、マンション。あ、目。あれ目だよ。ルイージのさ、やつしたけさ、そうそう、ネチネチしたナンは残っとう。でもリコちなんかさ、向こうに持っていってなかった、ナンみたいなやつ。うん、食べた。そう、多分さ、食べた時にさ、こう、うちが髪乾かしてたの、リコちの部屋、ね、お家で、うん、でこうやってこう出るタイミングと出る、うちが出るタイミングとリコチの出るタイミングが一緒でさ、リコチの片手にさ、ナン持っててさ、うちナンで思いっきりペシッって殴られた。そうなんよ。ナンパンチされたので、そのナン食べてたリコチ。そうだよ、イズちゃんの味がした。ダイエットはどうなった？え、うちダイエットしてるよね。うん、え、めっちゃしてる、頑張ってる。え、めっちゃ頑張ってるよ、今めっちゃ頑張ってる。だって、いやたれさん、ハートありがとう、うん、そう、本物のなんでナンパンチされた、うん、なんでなん。なんだけに、なんでなんて。なんでなん。そんな面白いこと言わないで。はは、ウケちゃった。めっちゃ好きだったよ。よかった、嬉しい。偽物のなんないよ。なんでなん、なんで、なんで、そう、なんて日なんだ、頑張れ。そう、偉いやん。そう、1週間後に期待だ。そう、誕生日には痩せたいんで。まこさん、ハートありがとう。いいね。
何の話なんだっけに、ね、リコチになんで殴られたって話。こんばんは、ヒーローさん、かわいい、ありがとう。そう、昨日リコチの配信中にぶりっこミリタイた。うお、いつの、いつのやつ、わかんないや。ミリナ、おいしくいただいたよ。そう、おいしくいただきました。つねさん、かわいい、ありがとう。もうお腹すいた、でも夜は食べないって。そうよ、そう、ふーくんも手をありがとう。ふーまんさん、ありがとう。ふーくん、ふーくん、けんぱくん、やっほー。ふうふう、お久しぶりです。コーラも飲んでない。大人っぽく見える、リコチといるからじゃない。リコチ、でもリコチとあんま変わんない。エジマンさん、 T 賞当たったの、やったね。マコさん、かわいい、ありがとう。え、アルバムじゃん、 T 賞って。あ、え、めっちゃいいじゃん。え、めっちゃいいじゃん。え、ミリタンのかわいいじゃん。え、本当に、うん、え、アルバム、アルバムすごく大変だったよね。あ、なんかネタがなんかどんな感じになんかデザインするか、そう、めっちゃかん、難しかったの。簡単で、簡単じゃないよ、すごく難しかった。ノムくん、ハートありがとう。リコッチいるよ今。リコッチです。リコッチだよ、チコチコチコ。ノムくん、ありがとう、ハート。チコチコ。そう、リコッチのさ、ご発、ご発言が私好き、おとなしいの初めてだって。でもリコチ、え、嘘、おとなしいかな、わかんない、いつもこんな感じだよ。いつもこうだよ。兄さん、いつもあんてありがとう。今日はユリニャいないのね、さっきね、LINE 来てた、ユリニャから。兄さん、いつさん、リュウイチくん、ハートありがとう。お、あ、水害スピリットさんいるよ。チコリータ、水軍チコリーさん、水軍チコリーさん。リコチが横でチコチコ言ってるから危ない。水軍チコリータ、明日のクラコン楽しみ。え、楽しみ。え、なんか私今暑いかもしれない。暑いのか。ねえねえ、明日ささつまいも系食べたいの。リコチ今芋ブームだよ。めっちゃ芋芋してる。元気そうでよかった、うん。元気。ちょ、リコちゃんのおかげかもしれない。なんか最近さ、夜つらいっていうか、なんかきつくて、なんだろう、だから結構ね、人といないとね、そう、寂しいってなるから、リコちゃん家にいる。おいでませ。え、結構いるよね最近。うん、結構一緒、一緒にいるよね、うん、一緒にいることが多いね。うん、本当にずっと一緒に、え、3日連続ぐらいじゃない？うん、なんかすごい、いつも何もせんのに家におるよ。何もせんけど家にお家いるよね、ごめんね。寝っ転がってる。そう、寝っ転がってる。いつも、あ、今はリコちゃん家だよ。いつもリコちゃん家の、なんかね、雲のなんかね、あれがあるのね、ラグ。そう、ラグがあって、その上でいつも寝てる。そうね。ここがもうミリの定位置。そう、ミリの場所。そう、いつも勝手にテレビ見てる。それ今日もびっくりした。今日 YouTube の開け方しちょっと違うよ。勝手に開いたら YouTube になってたんだもん。勝手、そう、あとね、U-NEXT も勝手に開いてた。それもびっくりした。超びっくりした。リコチすっぴんなのか。すっぴん、うん、あ、でも眉毛す、眉毛とリップ一緒、一緒、おそろ、今日は眉毛とリップだけだよ、2人とも。リコチがミリタンのお家に行くと、あるよ、1回だけ。 あったね、なんか。そう、チーズナンあげた。そうだ、そう、それでナンにハマったんよ。そうだよ。でもミリタンの部屋何もないよね。めっちゃ綺麗だよね、物がない。あ、確かに。でもそれが収まってていいと思う。本当に、私は逆に多いからごちゃごちゃ。あ、でもリコちゃんちゃ多いから落ち着く。どういうこと、どういうこと。勉強するね、あみちゃん、やっほん。そう、リコちゃんコーラの飲みかけ片付けてあげてね。あ、でもちゃんと今日もな、昨日もコーラの飲みかけ置いて、うん、帰った。うん、置いてたっけ。ダメだよ、してたよ、うち今コーラ昨日飲んでないことになってるから。
もう飲んじゃったよね。でもさ、ゼロじゃん。ゼロだから、うん、許される。置いていった、うん、え、片付けてある。偉いじゃん。偉いでしょ、うん、そうコラってバレた。コラはおもろい。コーラだけにコラ、 コーラだけにコラそうだそうだソーダだけにねって。ソーダだけにねって。なんか置かないかな。何がある？分かんない。匂う。匂う、うん、いいねいいね、最高だね。結構いいと思う。今日一日頑張った。そう、ヒーローさんバラありがとう。今日鶏の日だって。にはだってなんか焼き鳥屋さんとか美味しそうだね。あ、行きたいね。行きたいね。ホーマンさんありがとう。お肉食べたい。お肉食べたいね、本当に。お肉食べたいよ。リコチ何してるの？ん？リコチ？寝転ぶ。寝転んで、なんかね、昨日リコチが持ってる、あ、リコチのお家にさ、これが2個あるの、この。で、枕にして寝てるんだよね、いつもこうやって、み、私が。で、そして、あともう1個欲しかったの、探査的に。あともう1個どこにあるかなってこうやって見たら、リコチのお尻の下にあった。だってさ、しき、しき、いつも敷くもん。あ、本当に？じゃあ、どっちか、リコチのお尻の。尻がね。え、でも両方、もう、あ、もう、しりってるから。しりってるの、うん、しりってる。何のクッションだって。なんかピンク色のなんかメロンパンみたいな。あ、美味しそうだ ね。そう、しりってるやつ。うん、しりりの。ケツバサミしてるの。しりりり。だから。はあ。待って、またこれリコチ寝る寝る寝るやつじゃない。やばいね、まだ配信してないっけ。ダメじゃん。え、リコチちょっとメイク、メイクっていうかしてよ、ちゃんと来てよ、映ってよ。やだー、なんでよ。チコ、チコっちゃうからどういうこと、チコるって。近くにいるとチコっちゃう。どういうこと、チコるって。え、でもなんか私と仲良くすることをさ、チコるって言ってるのよ。いいじゃん、チコろうよ。もう今関節チコしてるから。寝顔劇者フリーズダメ。やばいでしょ。ダメ、今はダメ。リコちゃんがリコちゃんじゃないから。リコちゃん、リコちゃんじゃない。リコちゃんが今リコちゃんじゃないの。ど、何ちゃんぐらい。うん、工藤、工藤ってなんかリコって感じ今は。なんかね、みんなの見せるリコちゃんじゃない、顔がね。ちょっと今作ってみた。うん、いい感じ。今くリコちゃんって感じだよ。抜いて、気抜いて。これは気抜けリコちゃんだよ。うん。何？面白かった。その顔を見て笑うなんて。なんてやつだ。なんてやつだ。ダメだ。ダメだよ。ダメだよ。ねえ、リコちゃん昨日のさ、みんな、あ、私の寝顔ものモノマネして。なんか、うん、もうここも、え、それ映していい、リコちゃん。ダメだよ。え、違った、ね、顔、顔ないの、顔、寝顔、寝顔。でもスピースピーってた。スピー、え、スピーって言ってたの。スピーって言ってたの。スピーって、嘘だ、じゃなくてスピーって絶対嘘だ。スピーって泣いてたよ。スピーって泣いてたの。うん、スピースピーって。実はもっとすごい音やろ、だって。え、パッみたいな。私スピースピーって寝てたの。うん、スピースピーって。じゃあいった。うん、いいよ。寝息じゃなくて寝言だって。寝言はもうがっつり、がっつり言ってたらしい、うん、なんかすごいよ、だってうにょうにょって帰ったらしい。怖くないですか。でも家だからね、うにょって。え、でも家帰ってさ、起きたら家、部屋いたの。怖くない、タイムリープじゃん。そう、昨日さ、リコちゃん家いて、え、何時ぐらいに帰った、自分急に起きたよね、多分。うん、私お風呂入っちゃって、うん、お風呂上がったら、うん、で、ザ
イヤーして髪の毛全部乾かしたら、うん、いきなりイズちゃんが起きてウニョみたいな感じで起きてでそれでウニョって立ち上がってウニョだよウニョだからねウニョだウニョでウニョだよみたいな感じ出してあウニョだねオッケーみたいな感じやってウニョよウニョよあウニョ忘れるウニョみたいな感じでウニョじゃあウニョでやって顔なんか本当に眠そうな顔でめっちゃ笑った面白かった。はあ。で帰ってたの？うん、もう1時とか2時。1時2時に帰ったの私。2時前ぐらい。2時前に帰ったの。なんかユニがさ12時になったら帰るみたいなって、うん。だから私あと何分かもしれないと思って、じゃあユニ起こしてねと思って。うん、ユニはいた？ユニはもうずっといた。何時まで？え絶対泊まって帰ったでしょ。泊まってない。ユリニャと一緒帰ったよ。え自分？うん。絶対嘘だ。一緒じゃないけど、ユリニャがそのミリタの後帰ったよ。え、そうなの？うん。覚えてな。本当。で朝あの LINE したリコチに。うん。昨日はごめんねみたいな。寝てたわみたいな。がっつり寝てたごめんって。学生だったよ。で何作ってるって。で何作ってるって言って、え何作ってるの？もらいきますって言って、うん、もらい済みやけんもらい済みしてきた今日、うん、美味しかったね。記憶がない。えもう寝てたの本当に、うん、寝てた。そう寝ながら歩いてるみたいな感じだったよ。うん本当、うん、みたいな、うん、ってか昨日そう疲れてたの。うんいや疲れるよ。そんなずっと立ってたし心も疲れてたしそうねすごい疲れてたのだから。メール打ってるから黙ります。はい黙りこちやけん。分かった話しとくね。リコチの配信中に、うん、気づいたら爆睡してました。気づいたら片思い。いじまんさんありがとう。松田スタジアムから帰ってきました。あ下手くそな猫さんお誕生日おめでとう。昨日すごい間違っちゃったでごめんね。頑張ってね。えらいわ。よし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 。無理せず泊まっとけばいいのに。うん、なんかね自分の部屋がいい寝るのは自分の。えなんかわかんない。最後まで寝るのは自分の部屋がいい。うん、うん、だからお風呂入りたかったし。そうね、うん、確かに。でも最近はもうリコちゃんリコちゃんって感じ。絶対帰るマンいるな。あでも泊まるときは泊まるし帰るときは帰る。でも結構私の部屋メンバー泊まるかもしれない。本当に？誰泊まってる？うん、リコチじゃない、ユリニャとか。え泊まったの？うん、いいの？おいでよ。おいしい。うちやだ、リコちゃんがうちの部屋に来るのはやだ。なんで？なんか落ち着かない。なんか変な空気にならん？そう？うん。あでもイズちゃん家で私はあんまりくつろげんかもしれない。やろう？うちもくつろげん。本当に？うん。自分家でくつろげんの？いや自分一人だったらくつろげるけど、なんかり、うん、そう。だっていきなり掃除始めるもんね。うん、なんかそわそわしちゃう。なんか誰かいるとなんかこんな汚い部屋に誰か様を呼んでいいのかしらってなって。部屋でこうなっちゃうから、うん、だから自分の部屋じゃない方が自分は伸び伸びできる。誰かと一緒に。そう。こんなに。まあいいや。まあいいや。リコちゃんの部屋汚くないよ全然。なんか落ち着く実家感。あ本当に？漂う実家感がある。じゃあいいことよ。うん。そう自分はあでも自分お邪魔する代わりに。ちゃんと物持って行ってるもん。確かに。そう食べなみたいな、うん、確かに確かに使いなとか、うん、お醤油もらったし嬉しかった。そうカレーもあげたし。そうそうそう。何もそのない今日食べ。そう一緒に食べたの。明日帰行きたい。ね行こうよ行こうよ。チーズナン食べた。でも綺麗やろ。綺麗なの。もう綺麗でさ。本当に、うん、信じたよ。だってリコちゃん起こしてくれないんだもん。
え、じゃあ本当にリアトツみたいな。じゃあ開けて寝るから来てね、お家。オッケー。リアトツしてね。うん、リアトツする。やったね。やったね。そう、のんちゃんから送られてきたやつ。あげたの一個。そしたら美味しかったらしい。すごい評判良かった。リコチに。そう、リコチと一緒ってタイトルにしよう、テロップ。こっちとお母さんって目覚ましリコチ多分ガチで寝てると思うよ。でも最近はね、リコチのお家はピンポンせずガチャって開けるんで、そしたらたまにびっくりしてる。でもね、ちゃんと LINE でね、とつりますっていう LINE を一言やって、うん、ガチャってやる。とつってから覆って凹凸の凹で、凹打ってって鍵かけてないのか。まあね、かけてないときはかけてない。ミーも一緒、うん、ミーも一緒、ユーも一緒、ミーも一緒、掃除部屋だってなんかまあいいかってならない？なんかわかんない、自分田舎出身だからかな。実家のさ、玄関さ、いつでも開いてた？実家の、うん、うん、ママがずっとったけ。あ、そうそう、自分も開いてた。開いてた、私。でも夜は閉めてた。あ、夜は閉めてた、いつも、うん、そう。でもね、一回めっちゃ怖いことあったよね、お家の中で。なんか誰かが入ってきたみたいな。え、めっちゃ怖かったの。でもあれは、うん、そう、あれからね、鍵を閉めようってなったんだけど、うん、閉めてない。悪い子、悪い子。そう、悪い子、悪い子。悪い子。勘違いだったんだけどね。そう、おはっこりだよ、おはっこり。ネギトロよりもオートロック。オートロック。好きやわそれ。結構好き。あれよ、あれよ、安大さんだよ。あ、でこっちのファン？うん、知らない人。知らない人だったか。知らない人。お閉めなさい。もう閉めます。閉めます。許して。あって言うな、だって。で、そう、そうそうそう。そう、やっぱ田舎だからさ、もういつも鍵開いてたんだけどね。だから開けちゃう、いつも。クラコン楽しみ。ね、楽しみ。ハロー、フォーイン、フロムインドネシア。はーい。はーい。はーい。あざあざのハンバーグはいかがですか？ハンバーグ食べたい。てか最近猫に会ってないんだよね。ねえ、リコチ。ねえ。あ、でもリコチと言ってる時猫見たかもしれない。なんか尻尾がめちゃくちゃ可愛かった。あ、そうそう、茶色。白なのに。尻尾だけ白。今日の朝じゃん。そう。そうそう、あの時。今日さ、リコチとさ、今日リコチとさ、集合場所にさ、そう、集合場所、思ってた集合場所と集合場所が違くて、めっちゃ走る羽目になっちゃったの。そうなの、めっちゃすごかったんだよ。この動画は見た。尾道渋滞。エイの写真あるけどどっか行っちゃった。あらま。今日はなんか大人っぽい。え？メイクが薄いから、うん、いいじゃん。でも眉毛とリップしかしてないよね。うん、してない。ねえ、リコチスーパー行きたい。じゃあ2個あるうちどっち行きたい？じゃあ1か2で答えて。2。しょうがない。今何時？今21時34分。ピース。じゃあいいね。じゃあ待ってね。待ってね。いいじゃん。分かってる。分かってるよ。意思疎通してた。しかもちゃんとつけたい。そう、いつも呼び捨てやから。そう、
いやそう、どっちのスーパー行くかみたいなでどっちに行こっかなって、友達にミリちゃんの見せた、ミリちゃん見せた、本当に握手来てくださいリコチガバガバ笑うよ、うん、ガハ笑い好き、そうだよ妖精だから、リコちゃんの笑い方好きなんだよね、え、どんな、ああ、ほらそれそれそれ、じゃ顔だよ顔、もう一回やってみたいな、なんでよ、さなんか食べてるみたいじゃん、なんで食べてる、熱い笑いすぎて、熱いよ、あリコちゃんといるとねちょっと笑いが絶えないんですよ、え、こちらのセリフ台はよ今日の朝も爆笑で、え、なんで爆笑したっけ、なんで爆笑したありがとうごめん、ちょっと先生怒られるから違う、え、こっちか、こっちの話かと思った、どっちリコちゃん、じゃあそれはどうやって表すの、じゃ言えなかったら、じゃあそれはダメだよ、これ好き、このネタめっちゃ好き、こんばんは、絆創膏なくてごめんねリコちゃん目的違う、絆創膏あるそう。でも。はあ。受けるね。そう。面白いね。やっぱ一緒にいると。うん。あ、でもショールームでさ、そうなんか豚っ腹したことないかもしれない。違う、最近だってさこうやってコラボとかできなかったじゃん。だってさ一人出て一人でつぼって豚っ腹になることなくないま。私結構一人でつぼ、一人で笑ってそう、リコちゃんなんか想像して笑ってそう、いろんなこと想像してね、笑ってるね、リコちゃん充電器貸して、いいよ、じゃあ22時に終わったらショールーム終わろうかな、いいよ、おい、何回もある、嘘、何回もないよ、ないよね、リコちゃん熱いよ、どうするの、開けない、我慢する、開ける、開け、そうね、もしかしたらいろんな耳がこっちを向いてるかもしれない、そこからリコチルームスタートだって、いやあでもリコちゃん何時にするの、まだケンパ君、ハートありがとう、こんばんは、リコチお姉さんっぽいのか、え、嘘、リコチの方がお姉さんっぽい、お姉さんだよでも結構じゃ甘えん坊かもしれない、かもかも、そうね、結構甘える、かわいいリコチ足の裏見て自分の、うん、黄色いよ足の裏、ほらピンクミリちゃんピンク、ピンクよ、私黄色、え、めっちゃピンクだ自分、え、でも皮むけてる、かわいそうなベイビー小指ちゃん、皮だけにかわいそうだね、見て見て面白いそれ、ちょっと面白かった、皮だけにかわいそう、皮だけにかわいそう、てこちちゃん、私みかん食べた人の手みたい、あでも確かにみかん食べたらね、そうなるって聞くよ、え、でもなったことない、なるよ、私なったことない、よかった、自分だけ食べ過ぎたんだと思った、食べ過ぎはいけまへんで、そうだよ、ダメダメ、普段からこんな感じなの、ダメ、うん、こんな感じ、ダメダメ？ダメ。伝ってないよ。
もう一回って。ラメ。ラメ。ラメ。ラ。ラ。え、伝わらん、やめちょこ。私だけが汚れてたみたい。今わかった。もうダメだこの人も。ラメ。ラメラメ。ラメラメ。いけ。最近。リコちゃん最近ダメなんです。結構これやな。だって。じゃあラインで送ったりするね。今から。もうリコちゃんダメなんですよ。この前とかも急になんか下一桁を間違っちゃったり、もうリコチが最近もうもうあんたリコチいいじゃん、思春期なんですよ、そう。うん。昨日だったっけライブ、昨日はほんとびっくりした、あれね、一緒に7回ぐらい見たよね、うん、結構見たよね、うん。まさかね、そんなミラクルを起こしてくれるとは誰も思わないじゃないですか。リコちゃんのリップなんから言ってないよ。言ってない言ってない、そんなことわかんない。ん？おきちゃんから？え、なん、おきさん、え、なんの？何の写真が送られてきたの？ん？ね、見せて。おきさんのばばめてんてんてん、え、なんか嫌な予感がする。かわいいやつ、え、やだ。え、それ結構私ネタで撮ったやつだよ、なんかニヤニヤしてる。見せて見せて、ちゃんと見せて。よいしょ。あ、待って、できないの？タップできるよ。あー、ドアップできる。見てこの顔、やばい。ゴリちゃんみたいな、ゴリミリみたいな。ゴリミ、ゴリランス、ピンゴリランス。違うよ、ツボ浅いんじゃないよ。面白いんだもん。面白いよこれは。だってさっきの優勝。もう絶対忘れてた人じゃん、もう。20は自分であって言うし、どっからあるの20は出るの。すごかったよ声。うん、面白い。おじさん住んでるや。あ、なんか痛い。笑ったぜ。ああめっちゃ面白かったね。よいしょ。腹筋鍛えられるよ、本当だよ。え、姉妹みたいってどういう？え、どっちが姉でどっちが妹ですか？教えて。
教えて教えて、どっちどっちどっちなの、私か私か、はっきりしてよ。恋は一人とするものでしょう、ハートの独占権、トゥルントゥルントゥン、双子だってよ、絶対違う。じゃあどっちが早く、じゃあどっちが早く生まれたと思う、私私、はっきりしてよ。タムがちょ、あ、タムが来てるよ。タム、タム、ヤッホー、ヤッホー、タム、タム、タムが長女だって。タム長女も絶対違うよ。タム結構末っ子じゃない。末っ子って何、一番下ってこと。うん、うん、だ今日ね勉強してたよね。確かに頑張ってた、ね、頑張ってた、うん、日本史してた気がする、うん、でもね日本史大好き。あ、ミリタン、うん、あ、すごいやるやん。そう、私はね、どっちかというと世界史。世界史派なの。うん、いいね。うん、まあまあまあ、世界のことを知りたいからさ。なんだ、あ、私日本で止まってるわ。ダメだね、世界のこと知っていかなきゃ。よくなかった、姉目線。そう、通所が見たいだって。リコチ目だけかもんだよ。前髪を押さえてよいしょなくしてキスすぎたよね今。どこから入るかみたいな、あんな感じだったよね。入りだよ。え、絶対かわいいよ。かわいい、うん、半分だけ着なよ。はい、つるんとしてたって。ゆるってくる。デメキみたい。ニューって笑い。そんな笑い方ない。ダメだよ。アイドルって来てる。あ、ダメだ。うち普通に楽しんじゃってるよね。うん、確かに。ダメだ。目がブルーだってよ、リコチ。あ、そうなの？知ってた？バレた？バレちゃった。バレてる。バレた。笑い声が英語だってよ、リコチ。どういう意味？ダメだっけ。そこまでなんか笑う、もう分かるかもしれない。お腹すいちゃった。食べ行きたい。リコちゃん。ダメだよ。ダメだ。ダメだ。ダメ。ねえねえ、リコちゃん、ピザ見たい。ピザ？ピザ捨てた。え、捨てたの？ピザ捨てたの？嘘だ嘘だ、だって今日朝うち見てたもん。うん、ピザもうね。え、嘘だ。ピザ何してる？うちあんなに一生懸命見てたよね、リコちゃんち、うん、ちなみにな、美味しそうって言ってたね。え、すごい、リコちゃんのね、お家の玄関にね、うん、ピザのデリバリーのやつが入ってたの。そうそう、だからずっと2日間かけてゆっくりゆっくりゆっくり見てたの。そうそうそう、ピザのチラシなのに捨てられてた。ウェン、ウェン、ウェン、こっちかわいい、かわいいよ、ね、いい感じ。あ、タンプレなんだ。いいね。そう、赤になる、ま、つ、眉毛、まつ毛が。ミリズコフレ、ミリズコフレ、これ可愛い。チラシを見てたの、ずっと2日間かけて。そう、エスティローダーいいよね。うん、可愛い。可愛い。でもね、うん、使った形跡がね少ないよね。そんなことない。筆でやってるから。あ、そっかそっか。うん。そうだね。でもあれだね、それなんか茶色い気分の時にする。そうか。
だ、うち最近オレンジだからさ、オレンジ着てるよね。そう、あんまり使ってないけど。STU って言うかと思って、ST ローダーじゃなくて。これかわいい。それかわいいよね、タンプレ。いい。そう、2個もらったの。お、優しい人だね。そう。え、多分うちのメイクポーチ全部こんにちは。こんにちは。全部タンプレかもしれない。すごいね。あ、最近買った、それ。オレンジメイクしてるからさ。いいね、そっか。そう。使いやすそう。おう、うん、これだね。そう。そしてこれ、それももらった。結構多いね。え、でもメイクポーチ全部もらい物でできてるやつ。もらい済みした。そう、もらい済みしてる。誕生日プレゼントとか、あの、うん、韓国行ったお土産とか、うん、でもらうこと多いかもしれない。いいですね。そう、何もそう、もらい済みやけんね。でもそう、返さなきゃいけない。何かお返し。瀬戸内の妹よ、幸せになるんだよ。チェックのシャツ欲しいな。あ、かわいいよね。私も今チェックのやつ欲しい。私の旦那が昨日のライブで生で見て、ミディアちゃんのファンになったよ、だって。うお、嬉しい。嬉しい、ありがとう。よかった。旦那っていいね、響き、うん、旦那って何言ってんだろう。自分旦那、響き、旦那。超嬉しいコメントがあってびっくりした。輝いてたよ。そう、ミディタンちょっと不絶頂だったんだけど、ありがとうね。うれちーな。うれちー、本当はもっと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 いいから。本当はね、もっともっと素晴らしいのに、ちょっと昨日はすごい体調が良くなかったの。そう、だからありがとうね。泣きましてやん。え、ほんとによかった。そう、もっとやられちゃうよ。もっともっとやられちゃうよ。そう、超可愛かった。嬉しい、ありがとう。もっと調子いい時はみんなのことをもっとメロメロにしちゃうからね。ハート。多分レイカみたい。泣きそうだったよね。そんなことないよ。今は元気だよ。だってリコちゃんといるから。精神安定剤、リコちゃん。みゆちくん、かわいい、ありがとう。メロになっちゃうよ。ブログ見たい、ありがとう。ということで終わろっかな。そう、今日も昨日もニューも忘れてあげたいんでね。うん、お、あと7分だ。かわいい、のむくん、ありがとう。のむくん見つけたわけの。のむくんの頃めっちゃ手振ったんだけど。リコチ、何前話したさ、うん、のむくん覚えてる？なんだ？のむのむくん、のむくん、のむくん、ノムくん覚えてるよ、うん、ほら。ノムくん、そうだよ、ノムくんね。あ、そう、岩壁いたんだよね。え、ノムくんいたの。そう、これ、ノムくん。あ、ノムくん。ノムキュン、やめてよ。ノムくんいたんだ。そう、岩壁でノムくんのこと教えてねって言ったのに、ちょっと私ごめんなさい、もうそういうあれじゃなかったんだ。今度また来てください。昨日ライブ楽しかったよ。楽しかった。旦那ですか。リコチもショールームすると思うよ。おがちさん、ありがとう。リコチに推し変装ダメだよ。リコチもおすすみ、あ、推しつつミリも。
じゃあ次はリコチの配信ね。リコチの配信の時ミリお家帰ってるよ。おスーパー行って帰る。ライブ行きたかったね。行きたかった。でも次完璧あるのかな、わかんないけど。リコチもよかった。そう、あんにょん来てくれて嬉しかったの。お惣菜は買わない、ダメだから。もうね、同棲同居してる。でももうほぼほぼ同棲同居してる。だってえねえ、今日一日リコちゃんのお家いない。え、そうじゃん。怖っ。うち起きてさ、一日いるわ。一日リコチ。トリコチしてます。出れる？うん。あ、今ね、アイス買いに行ったんだ。書道何回か目、あ、え、なんかさ、あ、見てたよ、トッティさん。だってさ、なんか癖の強いうどん着てなかった？うどん食べたいなと思ってこうやって目指してた。嘘だよ、私のこと見てくれてありがとうと思って。そう、カレーうどん、そう、めっちゃ美味しかった。美味しかったじゃない、美味しそうだった。癖強い、なんかね、違うんだよね、癖強かったの。コバちゃん、やっほん。仕事着で、あ、そうなの、猫さん仕事着だったの。ピッツァあったよ、ピッツァ。見て、うどんが強いのは癖じゃなくて腰や。うどん見て見て、なんだろうこれ。あかんって。見せたら、ねえねえリコちゃん、うん、これってね、うん、そうだよ、今日は火曜日、月曜日だ。まだ月曜日。まだ月曜日。これ見せて大丈夫。あ、そこ見せたら危なかった。あ、よかった、よかった、よかった。もううちさ、水曜日かと思ってた今日ね。うん、水曜日か火曜日かと思ってたね。うん、だってこれとか美味しそうじゃない。やばい、ピザ食べたいな。いつも言ってるよね、あの日から言ってるよね、ずっと言って、あの日から何も話さなくなった。おおおおおおお、紛れたい。ねえリコちゃん、これだったら 何食べる？え、3枚選んでいいなら、え、3枚じゃあ1枚半半。おい、にょるにょる、いやー、にょる、やだ、ごめんね。あー、にょろろ、くっついたね、にょろろ。何人かの、え、これやばそう。私は横目しか映ってない。これ頼めるの？頼めすかね。半額だったよ。なんで、何の半額？安いな。チャリ飛ばしていこうよ。ぶっ飛ばそうよ。ブル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 。トロピカル美味しそう。なんかさ、照り焼きチキンの。そう、私も好き。あと明太子。これだ、これめっちゃ美味しいよね。いや、めっちゃ好きよ。あと。あとはこれじゃん、タイス、タリチキじゃん、うん、これだ。こっちも美味しい。マヨセガって絶対美味しいよね。絶対美味しい。あ、やば、行きたい、行きたいよ。
持ち帰りしようとしたらバレてる、うん、だってね、お持ち帰りした方がお得じゃん。そうだよ、リコチメディアを止めて、だってダメだ。あごきゅんって思った。あごきゅん、もう食べたいけどダメ。それおもろい、うん、ちゃんともうちょっとやってキュッからうキュッやばやばいよ。お水飲んでね。だってありがとう。リコちゃん野菜ジュース飲んでいい？いいよ、持ってくる。いいの？いいよ、しょうがないから。やった、メリアが可愛いから。本当にリコありがとう、リコ。牛乳は？牛乳は？え、牛乳あるの？牛乳あるよ。え、知ってる？本当にあるよ。いつの？結構この前の。結構前の。この前の。結構前。この人今結構前のって言おうとしたよ。だって賞味期限9月29って。明日じゃん。だってそれ絶対結構前のじゃん。怖っ。この前買ったの。この前っていつ？ミリタンと最後にスーパー行った。絶対ダイエット決めた日や。めっちゃ前じゃん。めっちゃ前だよ、リコチ。それこの前じゃないの。明日飲もう。やばい、冷蔵庫あげたらね、ガルボが、ガルボ見て。ガルボ知らんのか、うん、あ、持ってきてもらってもいいですか。いいよ、ガルちゃん今日買った。でも今回のダイエットはガチ。そうだよ、私も。だって私たちめちゃくちゃ頑張ってるよね。あ、それそメイクさんがさ食べてたやつ。そうね、リコちゃんダメだよ、そんな買ったらたくさん。だってせめて育てたいの。三つ子なのこの子は。リコちゃん、リコちゃんね、アイスとか育てる癖あるの。なんか4つ買って4匹育てたりするの。でもその子たちの最後ってわかる？リコちゃんが食べるんだよ一気に。かわいそう。そうだよ、一気に一気に。いや、お前らよく育ったって食べちゃうんだよ、かわいそう。でもミリタンはゆっくりゆっくり優しく味わってあげてるね。視覚、視覚過敏だからね、うんうんうん、食べれないのアイス。あ、そう、そんな自分の子をね、痛めつけ、ゆっくり痛めつけながら。え、何それ、何のやつ？分かんない。でも、自動はないこと。以下の通り。ああ、なるほどね。ああ、あれでしょ？水道？多分だけそこに送るや。違かったんじゃない？ああ、なるほど。よかった。銀行さんが止まらんかと思った。危ない、もう使えませんみたいな。聞いて聞いて、あの泊まるで思い出したけどさ、やばい、あれ、そうミリタンチさ、なんかガス、うん、がなんかこう、うん、私も配信していい？あ、いいよ。なんかガスが止まるみたいな通知来て、ね、え、怖ってなってちょっと置いてたのそのまま。 そしてさ、あ、そういえばもうガスわからなかったから入りに行かなきゃと思って見たら、うん、本日泊まりますみたいな書いてあってさ、本日だってパニックっちゃってさ、リコちゃん家に行ってさ、え、リコちゃんガス止まるんだけど今日みたいな、そうやばいかもしれないって言って、うん、で一緒に電話したよね。え、そうだよ。そしたらさ、そしたらなんかさ、パニックすぎてさ笑い止まらなくて、うん、だから一回ちょっと落ち着いたの、うん、でその後2人でダッシュでね、うん、コンビニ行って払ったよね、うん、優しかったよね、いい人だった、いい人だった、止めてくれた。配信始めるよ、うん、スタート。すごい、でもリコちゃんも同じ経験あるあってね、ちょっと先輩だったから心強かったんだ。そうだな。だからリコちゃんガス止まったらお家泊まらせてねっていう話をしたの。そう、前水しか出なくなったらちょっとね、うん、嫁に聞いて急いで来ました。昨日のライブミリタン最高だった。ハンナの旦那さんありがとう。え、ラブイね。だって
アンナの旦那ってもうちゃんと言ってるのいいね。いいわ、そういう夫婦いいわ。水以外はすぐ止まるよ。でもガスね、もう止まりかけだったもん。そうね。うん、リコチは経験済みだったからね、心強かったよ。そう、経験済みよ。そうだからね、ガス止まりそうになった。だって払い方わからんもん。そうなの。しかもさ、ミリのさ、お家のやつさ、払うところがちぎれてくるの毎回。本当にそう。だからさ、払えなくて困っちゃうでしょ。好き好き大好きさん知ってる？わかんない。好き好き大好き、塗り宮さん可愛い、ありがとう。お誕生日だって下手くその猫さん。そうだよ、ね、今日誕生日27。あ、言っていいのか。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーリア下手くそな猫さん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。ハモった。ね、何スーパー何買う？あ、スーパー行くんだった。リコちゃん15分ぐらいしたら終わる？そうだね。リコちゃんなんでこのタイミングで始めたの？確かに。じゃあ15分だけとりあえずやって、毎日アイドルを確保してからのまたみんなとやるみたいな。あ、好き好き大好きさん、花束ありがとう。好き好き大好きさん、こっち可愛いって送ってくれたよ。うんな。どう違うんかな。なんか花束の方が良さそうだ。うちの Q さんをよろしくお願いします。いえいえ、逆になんかよろしくさせてもらってます。 Q だよ、 Q さんだよ、 Q、うん、下根だけど8番だった。どういうこと？あ、岩樽さん来たよ、知ってるでしょ岩樽さん。うん、岩樽さん知ってる知ってる。請求書なくても支払いはできるよ。え、そうなの？でもね、ちぎられてくるんだよ。スーパーね、早く閉まるから。誰なの、行かなきゃいけない。ラララライ、ゆきましんさん、バレありがとう。231さん、かわいい、ありがとう。そう、なんかさ、コンビニでスタンプ押すところがあるじゃん、それがちぎられてくるの、お家に。なんだよ。水軍チコリータさん、お疲れ、ありがとう。そう、ダメだ。ブラッキーさん、かわいい、ありがとう。え、ピッツァ食べてる人いるよ。つうかが分かるよ。だよね。いや、食べたくなる気持ちは分かる。リコチに前を知ってるか。ねえねえ、ノイノイくん知ってる？ノイノイさんね、多分知ってるよ。あ、知ってる。だってかわいい。コバチェさん、塩メガネさん、ありがとう。ガスペイペイで貼る。そう、私ペイペイ止まってるんだよね。 Why? なんで？ What do you mean?おーおでんでんでん、スノキチさん、ハートありがとう。いや、3枚ぐらい。ピザって1枚じゃ足りない。ねえねえ、ミリアオタクさん知ってる？あ、なんか聞いたことあるよ。どうして？なんか知ってるか聞けって言われたから。知ってるよ。え、なんかさ、有名じゃない？そう、有名かも。そうそう、だから私もリコオタクさん欲しいもん。そうそう、リコオタクさんいいね、うん、ガス、いや、ガス会社もいいんだよ多分。違う、なんかね、多分自分のあれがダメなんだよね。私の T シャツ良い。角吉さん、ハートありがとう。ガス屋さんに払いに行けば。あ、払いに行くんだ。どこにあるんだよ、ガス屋さん。ガス屋さん、でもガス屋さんめっちゃいい人だったわ。ピアノさんもらありがとうね。だってさ、言うからさ、みたいな感じ。そう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 、今すぐ払いに行かれますかって言ったら、はいって言ったら、本は止めないようにしときますねみたいな。本当に優しかったの。それでさ、腹を食ってそうなっちゃった。水風呂だったよ。うん、水風呂だったね。リコちゃん家にお風呂もらいに行ってたよ。お風呂までもらい済み。何でももらい済みしちゃうじゃんってね。白眼鏡の、あ、やばい、シリ発動させちゃった。ヘイシリ。ヘイシリ。ただいま。これ言ったらさ、かわいい、ありがとう。ん？言ったらリコちのやつさ、なる？やってみようよ。行くよ。せーの、ヘイシリー。ならんか。なんで？ならんか。なんでなんですか？シリ？ケツ？つねさん、払ってくださいぜひ。ミリちゃん。岩田さんもぜひ払って。あ、はあ。でこっち？で。ソーシャルディスタンス保ってます今。ちゃんと。え。
リコちゃん映していいの？リコちゃん。リコミリだよ。リコミリだよ。ミリコ。あ、ギフトありがとうございます。嬉しいです。いい人なのに貸し止めるんだよ。そう、いい人なのに貸し止めちゃうの。でもね、悪い子だからこっちが。リコちのお洋服天才だって。あ、本当？本当。可愛いよ。色あせたパワーコスがあるんですよ。服が独特だって。独特。ディスタンスだよ、ディスタンス、いわゆるディスタンス、ディスタンス、ディスタンス、セブンチコリータミリア、ん、低体温のトン君、はじめまして。何の客だ。ポフポフガールズ。ポフポフ、パワーパフだよ。んずっとポフポフかと思ってた。本当に、うん、パフパフガールズだって。この子たちさ、見た目に、見た目と違ってイエローの子ってさ、結構やんちゃだよね、うん、あ、バブルス、うん、確かに結構おとなしめじゃん、水色って。なのに、うん、ディコチみたいにわわわやんちゃだよね。なんか、あんちゃダメよこの子、うん、パシパシパシみたいな、なんとかしてやろうえみたいな感じじゃない。結構キモ座っちゃうよね。そうそう、キモ座ってます。ミリちゃんの画面と、うん、私目合ってる。ここから見たらミリタの画面が見えるから、ミリタ、うん、今野菜ジュース確認して、うん、うんみたいな。キャンディーコスモス、ありがとう。楽しいな。うん、楽しい。目と目で通じ合う。目と目が、目と目があって。この歌卒業。え、美味しいよ。野菜ジュース好きね。野菜ジュースは許される。え、でこっちから野菜ジュース初めてもらったじゃない。何回も飲んでるじゃん。2回しか飲んでないよ。3回も飲んでる。結構なんか、え、じゃあうち水をもらってるよ。結構お水自分もなんか花束ありがとうって言いたい。みんな花束攻撃。花束攻撃。まさのりさん、かわいい、ありがとう。いつもタワーありがとう。のぶさん、花束ありがとう。みやてぃさん、花束ありがとう。ありがとう。あ、いわとるさん、花束ありがとう。ウェイレイさん、花束ありがとう。まさのりさん、ハートありがとう。こばちゃんさん、花束ありがとう。ホウモンさん、あなたありがとう。まつげがおねんねしてて赤ちゃんみたいで可愛い。あ、チョコ。あ、チョコじゃない。チョコ。のむくん、あなたありがとう。下手くそな猫さん、バラありがとう。やすさん、あなたありがとう。えじまさん、あなたありがとう。ハルルンさん、優しい、みんなありがとう。お、つねさん、タコ。キュー、ありがとう。かわいいさん、かわいいさんじゃなかった。かわいいさん、かわいいさん、ワギーありがとうって言ったし、ワギーさん、かわいいありがとう。そうだよ、コンビニはダメなんだよ、行ったらね、リコちゃん。リコちゃん、コンビニダメだよね。コンビニは、なんか、聖地。白眼鏡のやすさん来たよ、ミリコイの。あ、ほんとだ。ケンパくん、花束ありがとう。かんちゃん、ハートありがとう、嬉しい。いちけましんさん、かわいい、ありがとう。スーパーはさ、なんか作られてないじゃん、素材が置いてあるから。そうね、作られたやつ買っちゃうと。そうそう、ダメだから。なんかさ、うんうんうん、無駄になんかダイエットっぽいものをいっぱい食べるより、うん、うどんみたいな方がカロリー低いことが分かった、うんうん、そうなの、うん、
あ、もうそうかもしれない。いや、ハンナの旦那さん、花束ありがとう。なります、花束ありがとう。トモさん、あら、ありがとう。好き好き大好きさん、花束ありがとう。好き好き大好きさん、つねさん、ファイトありがとう。ありがとう。リコータクさんだって。リコータクさん、ねえねえねえ、リコータクさん3来たよ。うん、おへそさんって言うんだよ。あ、そうなの。そう、おへそって呼んであげて。おへそありがとう。おへそもてありがとう。まさぴょんハートありがとう。おせ、おせそ、あ、間違った、おせろ、おせ、おせろ、おへそ、おへそありがとう。ベリーボタン、おせさんさん、かわいい、ありがとう。私もおせそさんって呼んだことある。あ、間違っちゃうね。うん、てぃかんさん、ありがとう。トロロコンで踊る。中たる？中たる？中たるさんだよ。あ、中たるさんっていうの？そうだよ。え、知ってるの？知ってるよ。知らない。知らない。おへそ。中たるさん、こんにちは。うむ、確かにおせ、そうだけども、だって。ん？おせ。おせそう。おせそうだよ、ね。MC 力に驚いた。ありがとう。リコちゃんもできるんだよ、MC。おへそさん。最近はもう MC の苦手意識どうしたの。チコ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 って。まさぴょん、ハートありがとう。リコチの三脚使ってるから、押せ押せ。私は手でポン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 。ありがとう、リコちゃん、ごめんね、手で刺して。自分のチェキ入れてるんだよ、珍しくない？しかもさ、このさバラ、あ、そっか、配信してたな。このさ、チューリップあるじゃん、ミリの真似してきたの。だって可愛かった。ミリもスマホのケースにチューリップ貼ってるの。 そう、そしたらイズちゃんの真似したの。イズちゃんの真似した。そう、真似された。ハートありがとう。まさぴょんぴょん、電車とかでいじってるよね、リコちゃん。もう全然多分気にしてないんだよ、自分のチキ入ってること。合わないもん、みんなと。ケンケさん、かわいい、ありがとう。わかんないよね、多分。え、もしかしたら目の前の人、どうだっけ。え、でもわかんないよ。何？ああ、ないよ、ないよ、わかんない、うん、だってそんなじっくり見ないでしょ。泉ちゃんって呼んでる？なんて呼んでる、私のこと。泉とか、いずことか、いずちゃんとか。そう。昨日のねずこネタ面白かったね。面白かったね。バッケツ、しかも二人でしか分からない。そうそう、ゆりにゃほにゃんだと思う。ほにゃんだって。まさぴょんさん、ハートありがとう。白眼鏡のやすさん、タコちゃんありがとう。ん？やすさん？タコ？やす？やす？やす？いずこって呼ばれるの。いずこね。あれれれれ。こべちゃんさん、ハートありがとう。ミリタンにレター送るよ。え、待ってる。バラちゃん、クリありがとう。クリちゃん、さっきあげたよ。あやしくん、ありがとうね。スピオハートありがとう。そう、鬼減らさなきゃいけないの。だからリコちゃんのさ、お家をさ、はい、すごい掃除してたらさ、レターセットがめっちゃ出てきて、誰に送るのって言ったら、メンバーって。送られてこないんですけど、一向に。送られたいのか？うん、書いてよ。いいよ。あ、マノさん、花束ありがとう。は？マノ？あ？あ？マノ？こわ、こわ、こわりこちだ。マノ？いいもんだ。スイグスピリットさん、ありがとう。バイバイ。あ、ダメだよ。おこりこちです。反抗期からの。あ、もうダメだこの人。うん、何にもないの。清水さらちゃんがミリアちゃんめっちゃいい匂いがするって言ってました。ミリタンいい匂い。匂いたくなる。本当に？はじめまして。うん、本当だよ。低体温のトンくんって知ってる？あ、さっき来てくれました。あ、そうなん、はじめましてって。うまいずみ、ハートありがとう。早くも人狼ミリタン、あ、そう、人狼やってないんですよね、ごめんね。え、や、あ、やってないか、そっか。そう、寝てた。そうだよ、電車の中で女の子の携帯うがみとか無理よ。
ダメだよ。お話し会の時もいい匂い、おいしいたかも。本当に？ありがとう。ミヤティさん、ハートありがとう。いっちゃんハートありがとう。お互いどんな、でもリコチの匂いあんま嗅いだことないかも。ね、ニキで誰がいい匂いすると思う？ピアちゃん。ね、多分ピアちゃんはリコチ好きすぎてめっちゃ匂ってそう、いろんな。そう。もうそこから匂ってそうだもん。ピアちゃんなんかたまにふと気づいた時にピアちゃんと一緒に行きすぎてピアちゃんの匂いがする自分から。怖いね。でも自分香水つけてないんですよでも。ドルガバドルガバ。おお。ドルガバドルガバ。おお。香水のせいだよ。でも。私さ、香水の匂いしないよね。うん、普通になんかもう匂い、体の。あさくんだるま。だって。ありがとう。キュンキ。てんてんてんさんお疲れありがとう。来た？てんてんてんさん。そう。リコちゃんバラの香りでしょ？ミルキー。ミルキー。体の匂いらしいです。ダメよ。へそちゃんハートありがとう。一気誰だ、誰と誰の、コウコさんと、うん、Q さんの匂いかな自分そのめっちゃってするのは匂うのはココアさんとかホノタンさん匂うって言い方違うよ。でも抱きついたり、うん、匂わせていただくのは匂わせていただくココアさんとかホノタンさん。そうなんです。ピロチハート、ねえねえねえ、ん今何時みんな。あいこじ、あいこじ22時21分って。おーどう。じゃあそう、Q さんはすごいいい匂いだよ。 Q さんに聞いてみて。チコリータ、すいません、チコリータ。ミリが Q さんの匂いね。そう、人狼宣言したリコちゃんよ。好きって言ってた。ピロチハートありがとう。ゆうすけさん、あとありがとう。さやかりんは香水じゃない、体の香り。あ、でも確かにさやかりんの匂い嗅いだことないかも、わかんない。なんかでもさ、2期生とかさ香水つけてる人いない。逆にさ、うん、さんがさ香水つけてないつけてる、いい女の子みたいな香水つけてる、ねね、マネージャーさんがさ、そう、そう、女の子みたいなね香水をねつけてるのめっちゃね女子そう、めっちゃいい匂い。そう、めっちゃ女子が通ったんかなと思ったら、うん、マネージャーさん、男性の方のマネージャー、あ、足上げた、バレちゃったいやん、映しちゃった、ごめん。いいよ、水ってさよいしょ、水ってさ、かわいい、ありがとう。どこでしょ、ふーくん。ももちゃんテンション高いとどんな感じ？ももちゃんずっと笑ってるよ。やだやだってしーちゃんといつもアホちゃんになってるよ。ちねさんバラじゃなくてクマありがとう。クマクマ、うん、ってことで終わろっかな。みーはほんとラララって感じ。13位2さん1さん、12位ヒーロくん、11位ケンパくん、10位水源スピリットさん、9位ノムくん、8位ニコラスセスさん、7位イシケンマシンさん、6位東京 TK 局長さん、5位ゼロさん、4位 LG シムさん、ナイスさん、3位コバちゃんさん、2位ホフマンさん、1位岩垂れさんです。ありがとうございます。ピンマイカ超楽しかったです。じゃあね、おやすみりん。ありがとう。おやすみりん。ふーくんハートありがとう。かわまたね。顔またね。おやすみり。おやすみり。あ、まのち。